2階は学校。いいね。なんかもうこういう教室に何誰一人早弁してるの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速イメミの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロンイメミの館へようこそ。お越しくださいました。はい、今回は冬の夜の池村というところをね、散歩しに行きたいなと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで池村に出発。はい、池村に到着。え、めっちゃ可愛いんやけど。え、いいね、いいね。夢の世界へようこそ。あなたは今、池という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度、こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、無役の池の世界をご堪能遊ばせ。あ、これ、女の子用、男の子用でちゃんと分かれとる着替えが。分かりやすいね。はい、じゃあ私はもちろん、女の子の方をちょっと撮っていきたいと思います。地面の前で座がまた可愛い。はい、それじゃあ女の子用のお着替え。じゃーん、イエーイ、やったー、サンタさんや、サンタさん。でも全然、あ、ここは水か。ここは水か。あ、すごい、ちゃんと立体的ね、なんかちゃんと下に影がある。あ、で、あれなんやね、こう人の家と動物の家がきっちりきっちり場所が分かれとる感じなんやね。分かりやすい。はい、それじゃあちょっと一軒目に行ってみましょう。あ、え、金のバラがいっぱい周りに。あ、オーロラ出とるやん。いいね、映えるね。はい、それじゃあお邪魔します。ここはきっとめちゃくちゃお金持ちな人の家やね。うわ、やば!え、やば!これはもはや家ですか?ピラミッドの中とかじゃないよね。やばくない?やばくない?これ。いや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 、ここ人生活してます、本当に。やばいやばいやばい、遺跡の中になんか、迷い込んでしまったんですけど。お、かと思ったらめちゃくちゃ、いやでもこれはこれで、え、これはこれでなんか、どうした、サファイアですかみたいな感じの。ね、すごいよ。鉱石でできてますか、その家具、みたいな感じの。何せよ、お金持ちな感じだわ。最初、お、ラブリー系やんって普通に思ったけど。いや、もう入り口からめっちゃパンチが効いとるもんね。はい、奥の部屋へ。おー、奥もほら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 。ね。青い。あ、違う、青い。サファイアが青い方か。さっきのはルビーだね、きっと。どっちでもいいわって感じかもしれないけど。あ、この上のやつはちゃんと消せるのか。え、これはセットになってるやつ?これ単体?小さいよね、この電気。セットでくっついとんかなと思ったんやけど、消せるんや。なるほど、なるほど。あ、すごいなぁ。部屋が全部なんかキラキラしとるわ。はい、そして右側の部屋。あー、ここ、こっちから行ける。お、で、これはあれだね。エメラルドだね、きっと。あー、やばい。この歌好き?この曲いいよね、なんか。かわいい感じがする。なんていう曲やっけ?と?お、あ、放浪。なるほど。旅人的な感じ?ん?放浪ってその放浪?ふ、貼っとるかな。そして2階へ。多分すべての部屋がギラギラしてるんだろうな。うわー、ほら、え、すごい、なにこれ、え、こんな感じにもできるの、え、やばー、なんかめっちゃリメイクいろいろあるんやね。なんか超自分の姿とか反射しそうじゃないこれ。メタリック。え、やばー、やばいね、キラキラやん。いや、これ、けん玉。
けん玉の玉がもうなんかピッカピカに磨かれてるみたいな。やばいね。はい、そして地下へ。地下にはお金がどっさりと積まれている。なるほど、そういう感じか。これ何するの？ここでなんか多分ちょっと片手にワインとか持ちながら、ね、横目に札束を眺めて、ふっはっはみたいな。どういう妄想？この札束を、家のおつまみとして、なんだなんだ。悪趣味だぞ。すごいな、どんな人が住んどんやろ、ここには。さあ、ここの住人さんは？うわぁ！家の庭には金のなる木が大量になっている。うわぁ、やばい。もうなんか、持ってき泥棒的な、あ、いた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 。もうわかりやすいよ。深夜さん、ピカピカキラキラお金持ち。ねえ、そのアホっぽい感じいいよ。めちゃくちゃいいよ。お金を分けてくれ。さあ、そして、お隣さんのいるこの家の住人さんは、家の中かな。お邪魔します。おー、シナモン。あ、シナモン好きなのね。どうもどうも。エリナさん、村長さんやね、ここの。メリークリスマス。どうもメリークリスマス。サンタさん姿見られたけど大丈夫かな。あ、いいね。婚約指輪の白い感じにするのも超なんか上品な感じでいいな。え、かわいい。だって一般的にはなんか、紺色みたいな感じのイメージがあるけどさ。これめっちゃかわいいんやけど。いいな。私ちょっと将来の旦那様、ちょっとこういう白い入れ物のやつにしていただきたい。誰か知らんけど。はい、左側へ。あ、かわいい。キキララや、キキララ。サンリオが好きなんかな。なるほど。え、よっきー。しかもなんかこういうサンリオ家具で、二つとか三つとか同じ家具を並べとるのってあんまないよね。え、すごいすごい。めっちゃ可愛いんだけど。いいね、いいね。ももこちゃんとリッキーや。はい、そして奥の部屋へ。全部サンリオかな。お、マイメロ。これはきっとすべてだな。かわいい。リリアンや。リリアン。なるほど。お隣の家はまあめちゃくちゃキラキラギラギラピカピカしとったお金持ちって感じの家やったけど、こんだけサンリオ家具が揃えられるっていうのも、やっぱりギラギラはしてないけど、絶対お金かかっとるよなって感じするけん、めっちゃお金持ちなんよ。まあ村長さんやけんね。権力のある方やけんね。で、そして、右側の部屋へ。おー、ポンポンプリン。ね、いいね、いいね、プリン。そしてなんかこの、サンリオ家具を、まあなんか基本的に使いつつ、そのキャラクターに合った全然別の家具とかもこうやって置いていっとるのがね、組み合わせて使うのがすごい上手いなって感じがする。かわいい。でもこんだけなんかサンリオ家具があったら絶対こうサンリオショップとかに行った時になんかめっちゃ爆買いしてそうな感じよね。いいね。なんかこの床もすごい可愛いよね。この床はシナモンのやつなんかな？関係ないんかな？可愛い。はい、それじゃあ2階へ。あ、え、上品。めっちゃ上品。あ、やっぱり、ね、なんかああいうキラキラふわふわしたサンリオかわいいってなっとるけど、こう、ね、上品なお金持ちのお嬢様なんやなっていう感じよね。趣味はすごくかわいいっていう。ね、めっちゃいいやん。超いいとこのお嬢様やん。はい、そして地下。お、地下はキティちゃん。よっき。よっき。
陽気。なんかキティちゃんっぽいっていうよりは、なんかこの、ま、キティちゃん家具、この赤、白、青。なんかその中の青をこうやってメインにしてふんだんに使っとる感じがね。そしてキティちゃん家具がいっぱい並んどるのに、なんかちょっとボーイッシュな感じに見えるっていうのが不思議。で、ゲームとかめっちゃ置いとるし。お、そして、花を浮かべたお風呂が。めっちゃ良き良き。え、なんかこう、可愛すぎないっていう感じ。めっちゃいい。見合わせ方が絶妙よね。お邪魔しました。この村はあれかな？お金持ちの住む村なんかな？ちょっとサンタさんのプレッシャー半端ない。え、天使？天使が住んでるんだけど。キノちゃん、学校と教会ができました。教会にいる天使様かな？はい、はい。入らせてー。入らせてー。あ、服装もあれやね。ちょっと天使っぽい感じやね。これはなんか、あれかな？ん？なんやろ。ローマとかできてそうな感じの。イメージ。だって別の家、もう一軒の方先に行っとくか。お、なんか一人だけ。ほうきくん、地下はゴミ屋敷。え、大丈夫？何？こう、お金持ちしか住んでないけど、どうした？大丈夫か？迫害受けたりとかしてない？はい、お邪魔します。お、自然が好きなんかな？いいね、いいね。なんか思ったより、ポップな感じの部屋や。よきよき。虫系の家具と、あと、花？はい、それじゃあ左の部屋へ。あ、やっぱり、多分自然が好きなんやね。こっちは海や海。かわいい。てか全体的に自然が好きっていうのもあるし、なんかめっちゃポップな感じがかわいいよね。いいな、いいな。あ、この辺の家具結構揃えとるの見たことないけど、揃っとるとこ見るとめっちゃ可愛いな、世界観。なんかおもちゃみたいよね。超可愛いんですけど。いいな、いいな、なんか和むね。はい、そして奥の部屋へ。お、奥は卵だ、卵。いいね、いいね。この辺の卵から、ひよこが帰る。よきー。じゃあいいやん。でも、全部集めるの大変なやつよね。イベント系家具。はい、そして、右側の部屋へ。お、そしてこっちは雪だるまや。雪、雪。この部屋におるだけでなんか凍えそう。でもなんかサンタさんしっくりくるよね。この季節の人やし。よきー。サンタと雪だるま。ベッドめっちゃ低いね。雪だるまのベッドめっちゃ低くない？私もう完璧に一人サイズですっていう感じのきっちりしたサイズ。はい、そして、1階へ。うわ、危ない！燃やされる！お、2階はゲームや、ゲーム。なるほど、ここはなんか、急にちょっと男の子って感じ。いいね、いいね、いいね。でもなんかこのお金持ちだらけの家が並ぶ中、すごいホッとする感じ。ね、まあ、一般的な家ではここもないかもしれんけど、でもなんかちょっとホッとする感じの家やね。あー、燃える。あ、こういうのちょっと避けながら行きたくなるよね。そして地下はゴミ屋敷。どうなんや。わあ、超絶ゴミ屋敷なんですけど、やばいね。いや、多分さ、他の部屋綺麗な感じにしとるけど、確実に、あの子が生活をしている主な場所はここだと思う。多分、一日ここにおって、人が来たら、他の部屋に人を通すみたいな感じなんじゃない？多分、一人しかおらんかったら、あの子ここから動いてないと思うよ。やばいやばい、多分ね、寝るのもこの部屋やろ。この部屋で、もしかしたらベッドも使わずにソファーで寝る日もあるかもしれないぐらいの。大丈夫？ストーブあるけどさ、なんか燃えない？
ストーブのすぐ横に扇風機あるし、片付けよう。季節感。片付けよう。ほらもう、なんかめっちゃ部屋干し。なんかすべてのものがこの一部屋に凝縮されとる感じ。トイレもあるし。いやー大丈夫。この床に散らべっとる紙についてるのは、うんじゃないよね。さすがにそういうことはないよね。あーほら、腐った株とか置いてあるし、捨てようよ。ゴミ箱溢れてるって。やばいやばいやばい。ゴミ出そう。こんだけちゃんとゴミまとめてるんなら出そう。ねえ、まだ床に散らばっとる分はあれとしても、ぷくってる分は出そうよ。さあ、それじゃあ。学校と教会できたと言っていたから行ってみましょうかね。はい、お邪魔します。お、ここがとりあえず、ま、入り口、リビング。音だけ系、音だけ系。シンプルな感じでまとめられとるね。あ、これはあれか、リメイクやね。これ普段あれじゃない？周り、この水色以外の部分って茶色いよね。はい、それじゃあ、左の部屋へ。あのリメイク初めて見たかも。あ、いい。あ、めっちゃいい。部屋やのに、なんかちょっと、森の中に、おる感じ。え、この感じめっちゃ好きなんやけど、わかる？ちょっと。え、めっちゃ可愛い。なんか森の奥にある小部屋みたいな。そういうイメージ。はい、そして奥の部屋へ。ここは教会だね。なるほど、なるほど。みんな何かしら写真とかそういうのを参考に作りよんかな、教会。教会とか一回も行ったことないけんさ、こういう感じなんかなーみたいなのは思うけど、こうやってきっちり作れんもんね。全然わからんもんね。服部分こんなに小さかったっけ？こんなもんなのか。こんなもんなのか。今すごい思ってしまった。はい、そして右側の部屋へ。お、右側はなんか落ち着く感じやね。ここはここですごい落ち着く。いや、こういうところでさ、あ、いいな、なんか。あ、なんかめっちゃいいな。このなんか、コンパクトにまとまったこの落ち着く部屋。めちゃくちゃ好き。そしてこの何？下に引いてる、この、ラグ。ログって言った。このラグ。私こういうさ、周辺がちょっと見えとる感じ好きなんよね。部屋の中きっちりきっちり敷き込んでしまうのもいいんやけど、こういうのなんかちょっと好き。わかる？わかる？はい、そして2階へ。お、2階は学校。いいね。なんかもうこういう教室に、何、誰一人早弁してるの。こういう教室に行くことが、もう高校卒業したらないけんさ、すごい懐かしい感じするもんね。いいね、なんかこういうの。よきよき。でも言うて、あれかな、大学とかもこういう教室の方が多いんやけどね。なんかドラマとかで、結構なんかすごい大きい場所で、なんかこう、扇状に広がってみたいな感じの、なんかそういう感じの大学の教室がよく出てくるけど、ああいう場所ばっかりじゃなくて、普通にこういう教室もあるけんね。こういう教室の方が多い気がする。たまにああいうドラマみたいなところでも、授業するかなーぐらいの。はい、それじゃ、地下へ。あ、地下かわいい。なに？パーティー中？ハッピーバースデー。クリスマスパーティーではないのね。サンタの私がやってきたけれど。なるほど。なるほど。誕生日パーティー。友達を呼んで誕生日パーティーをしてるのね。プレゼントめっちゃもらっとるやん。超人気者、この子。だってさ、クラス会とかでもない限り、普通に友達呼んでの誕生日パーティーでこんなに山盛りになることある？超人気者やん。あ、まあでも周辺の家がね、お金持ちやけん。まあ、やっぱりお金持ちの子たちがいっぱいおるということか。いいね。だってこんなクリスマスじゃない。
こんな誕生日パーティーするぐらいやもんね。お金持ちだわ、ここも。でもベッドめっちゃシンプル。はい、ということで、まあ、全ての家がお金持ちなんかなって思ったけど、まあ、一人ね、ちょっと希望の星みたいなのも希望の星の男の子もおったし、まあ、ああいう一般の感覚素敵です。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あのなんかキノコ系の家具と魚系の家具がめちゃくちゃなんか並べたら可愛いんやなっていうのを思った。世界観めっちゃできる。